とも30代前半、はい、31歳ね、みんな同い年です、ね、はい、30代になって変わった部分、変わらない部分、良くなったこと、気をつけ始めたこと、30代ならやっといた方がいい美容メンテなどを語っていきたいと思います。はい、イエーイ、大好きトークはい、では質問します。はい、10代の頃に想像していた30代と実際に30代になった今ってどこが違ってた？はい、どうですか？答えます。思った以上に良かったっていう感じ。もともとなんか30代超楽しみっていう感じだった。生活的にただ、実際になってみたら超楽しい。そう、本当になんか今までのなんかね、悩みとかが超ちっちゃく感じるし、いろんな意味で楽しいです。私も30代の方が楽しい。別に30代でも好きな格好もできるよね。できるし、確かに、もう変わらない気がする。20代のあんまり、私はなんか変なイメージ、20代前半の時とか、あ、30代入っちゃったらなんかやっぱお肌とか、なんかいろいろ体力面的に落ちたりとかしたりとか、そういうイメージがあったんですけど、でも今なんかこういう美容の力で、そう、医療の力、医療の力で、医療の力でなんとか耐えてるのかなって思って耐えてる。気持ちがない。実際昔はと20代は怖かったり不安があったけど、今はなんか不安は別にない。みんな同じ、いいですよ30代昔に比べて物事とか柔らかく考えれるようになった。20代っていうのがまだ、もともと柔らかそう。でもすごく、もともと柔らかい方なんですけど、もっとなんか普通に今、人は人、私は私でいいやって思ったから、わかるかも。それもすごい、そうかもしれない。それとあんまり比べなくなったのと、自分らしくでいいよなって。変にこう、私特にキャバクラだったから、こうちょっとよく見せなきゃみたいなのが強かったけど、それもなくなったし、今楽ですね、自分のそのままででも時代もそういう感じになってくる気がする。今が、私はなんだ、30代の今、昔と比べて成長したなって。20代の頃すごい人見知りとかで、なんかあんまり人と関わることとかもあんまり苦手だったんですけど、今はなんかエミリちゃんとこの間ご飯行ったんですけど、そういうのもできるようになったりとか、まあ、そこは成長できたなって思います。で昔双子だけだったので、東京来ても双子で遊んで双子で帰るみたいな、そう今はなんかいろいろ遊んでもらって嬉しいなって思います。あんまり想像しなかった変化ってある？例えばお肌が変わったとか、体型変わったとか、徹夜できないとか。気づかないのありそうだけど、でも肌ってやっぱり張り感とかは若いうちの方が。あ、そう、私逆だった。そうなんですか？私の方がやばい、ケアしてなかったから。でも今すごい肌ツヤツヤ。全然元が超悪いからちょっと良くなったっていう感じだけど、昔のだから年齢よりかはケアする方が大事だなと思った。私は日焼けも気にしてなかったし、スキンケアもなんかもパンパンパンって化粧したまま寝ちゃうとか、化粧したまま寝ちゃう、全然やばい。だってあれ全然あって濡れ雑巾、ね、ちょっとじゃないって言いますよね、最悪みたいなとか全然あったし、そう、基礎が今信じられない、日傘して日焼け止め塗ってとか。20代の頃ってそういうケアは一切してなかった。なんかマスク隠して、なんかキャバクラだったから余計夜でしょ、あんまり見えないから。それよりもパーツがなんかディオって引き寄せて、ある程度ドレスに入ればいいやっていう感覚。その身近で見た時の綺麗とかあんまり意識してなかったから、変わったんですよ、見るところが。今肌そっか綺麗だから、なんか何を使ってるか気になる。でもジョスキンめっちゃいいね。でもめっちゃジョスキンめっちゃいいやつですよね。顔向けのは1週間でちょっと撮影とかできなくなってやめて、普通の顔向けないシリーズで超いいです。パッと見すごい若いなんか格好とか若い化粧メイクとか頑張ってても、肌がやっぱり疲れてたりとかしてたらなんかやっぱ生えなくなっちゃうから、やっぱ気の大事だなって思う。なんか、分かり私あと、もともとめっちゃシミとほくろがあって顔に、
そうでやっぱ全然ないけど、そう、ソクロシに会ったら顔がやっぱ暗く見えちゃうんですよ。そうだから全部撮ったらすごい明るくなったから、やっぱそういうのも大事かなって。大事。だからエミリーちゃんのクリニックでめっちゃシミ、あ、めっちゃ怖い。すごい、いいですよ、エミリーちゃん。エミリーちゃんがやばい、ほんとにやばい。全部撮れたもん。めっちゃいい機械だから、機械超好きでめっちゃ調べるから、そのフォトフェイシャルの中でもほんといろんな機械あるけど、でも人間は認可のある機械だから、めっちゃ楽しい、めっちゃ優秀って感じ。なんか一応なんかシミも取れるけど張りも出る、レーザーよりもあんまりダウンタイムないし、全然ない。なんか次の日になんか浮けて戻って戻っていつの間にか取れてるものとかあるから、だから別に普通にメイクできるしみたいな。だからこれは私めっちゃ好きですね。M22 M22 ね、あれここもできるんですよ全部。私ここ手やろうと思って手のこう、めっちゃ張りが出るみたい。だって全体で手にできる。手隠せばいいから、デコルテとかもあれは出るとかな。結婚式の前とか結構この辺とかやるに作るかと。すごい、手は初めて聞いた。そう、手はね、ついに顔じゃなくて、すごい全部やる。うちらの場合ってめっちゃ多分むくみ、若い時むくみとか張りとかが重なり合って顔パンみたいな感じで、でなんかわざと脂肪溶解注射したりとか言ってたけど、でも30代入ったら次コケできちゃって、張りがなくなってちょっとなんか逆のことをしてる。年を取ると、だからメンテナンスも逆のことをしてるんですよ。注入したりとか張りが出るようなことをしたりとか、だからやっぱ肌が変わったりとか。確かにね、髪が薄くなってきた。あ、そうか。髪が薄くなってきた。前髪変わったね。前髪がなんか後退してきました。すごい薄くなってきた。でも確か髪の毛とかも変わりました。そう、薄くなったね。私もなんかちょっとここのこう上げた時になんかちょっとここが基礎だったから、あのアートメイクアートメイクって朝なの、頭の、あ、でもそれは分かるかも。ここヘアラインのここ、なんかね、おでこがどんどん広くなってる。そう、後ろに持ってかれるの。そう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 、だからポニーテール全上げとかして、あ、できる、面白い、面白い、かっこかっこ。そう、だからそこやばいって思ってヘアアートメイク。あ、超わかります、それ。でも最近好きなのはマッサージピーク。あ、好き。なんかいい、ツヤっぽさが出る気がする。そう、ツヤツヤさん、ピーリングのなんか新しいやつがあったので、新しく出たみたいで、なんかシワとかくすみとか顔にツヤが出た、張りが出たりするピーリング。そう、めっちゃ。でもあれなんか普通の今までのケミカルピーリングとか私全部ダメで真っ赤になるけど、それはめちゃめちゃなんかマイルドだから、じゃあ肌弱くて弱い方に超おすすめ。うん、あれ好き、すごい。かわいい、かわいい、かわいい、顔だ。そうなんだ。本当に痛くないね。痛いイメージある。痛くない、かゆいし痛いしみたいなのが。マッサージピール髪それ最近お気に入りね。良いですよね。私プラセンタとかも好きかもしれない。プラセンタ気になる。それもう20代前半から10年ぐらい売ってて、どこでやつね、肩に。でも元気になりますか。そう、元気になるし、肌もなんか柔らかくなるというか。へー、気になる。そういうプラセントはすごい。どうぞ。最近美容界で話題のキーワードといえば再生医療。めっちゃ気になる。再生医療 PRP。 PRP だ。血液からそう、それが安心、安全、安心、安全な。アレルギーとかも出にくいみたいな。そこはあるかなと思って。実際私もやったんですよ。そうだね、ちょっと。あ、そう、PRP やったんですけど、やっぱその部分打った場所だけ肌が綺麗になるんですよ。ね、で、張りが出て、そうだからまた来月ほうれい線やろうかなって思ってて、おでことかにも入れるからおでこも丸く作ったりとか。あ、でもあれも好き。ダーマペンも好きやな。え、気に入る。でも綺麗だからやる必要ないから。私汗があるから。そう、綺麗やと思う。めっちゃあって、なんか本当に15回
回やったらめっちゃ変わるよって言われて。15回ですか？15回、15回やるぐらい。やっぱ1回が3回目ぐらいからめっちゃ変わって、1回目でもめっちゃ変わって、2、3ってまたすごい変わって、ザワってなる、血だらけになる、ガチだらけになるやつ、めっちゃ気になる、めっちゃいい。でも歩き方変えて本当に自分の好きなように、ガムペンと PRP の組み合わせやると超最高。なんかここやってませんでした？めっちゃ毎回やってます。この髪の毛切るやとかやばくて直した方がいいよって言われて、自分だから見えないからあんまり気にしなかったけど、治るならやりたいなって言って今やって。その PRP とダワペのセットはどの辺にこうやるの？全部できるよ、顔全部。それバンパイアフェイシャルっていうの、血だらけ。血だらけ、ラバペンってなんか混ぜる薬剤によって名前が変わる。さっきのパサスピールとベルトも多い。ベルベルト結構ね、チアーンみたいな。面白い、薬剤によって違う、名前が変わる。そう、名前が面白い。バンパイア、すごい。バンパイアって本当に血まみれ。ちょっと団体味があるから。定期的に受けてる美容メンテは何ですか？どんな効果が実感できますか？私絶対早くかも。の回復大好き。確かに引き上がるかも。引き上がる。M22 も良さそうな。シミ F22。ああ、それは。でも多分なんか先に M22 やってある程度取ってから税を好きとか。あ、そう、絶対そっちの方がいいと。そう、本当なんかどっちやったらいいですかってよく聞かれるけど、両方やった方がいいかなって思ったかな。顔のケアはでもある程度綺麗になってからやった方が効果がやそう。でなんかね、クマとかそういうのが筋、ほうれい線とか気になるとか、クマちゃん、クマちゃんとかなら、PRP 注射部分的に、あ、よいよい、さらに気になる人は、そう、よいよいよい、絶対可愛くなるコース。リフト系はソフトのやつだったら何がおすすめ？痛い方でいいです。痛い方でいいです。ハイフとリフトどっち進めるの？好みがありそう。好みがある。なんかハイフがギュッて締まる感じだけど、糸は上にシュッて、そうそう、 M22 を先にやって染み取って、ゼレスキンでフォームケアしつつ、 PRP とか気になるところをやって、それ最強だと思う。して、あとは定期的にハイフとか糸とかはそれぞれね、好みで、めっちゃ綺麗。遊び肌系の、さっきのマッサージピールとか、そういうちょっと美肌系を、薬剤導入系が超いいと思います。絶対綺麗だよね、これ。絶対間違いなく分かる。じゃあ美容メイク、30代の美容メイクがまとまったところで、じゃあ皆さん、せーので言いましょう、せーの、綺麗。